やっぱね結構ね単語帳って、ね、こう眺めるだだけの人が多いんですよそれじゃダメだな単語帳って横にさこういう四角がくっついてるじゃないですかまず仕分けします私は最初から最後まで全部やって2周って言うんですけどそれ意味ないですからねでこれは別に英語だけじゃなくてすごくいろんな他の教科にも使えることですから是非使うとおしいです。 始まりましたモテチャンネルです。お、出てきたタレブのスタジオですね。ということでですね、まあ例えばですね、今トイック講座とかもやってますので。 文法の方は関係代名詞が今流れているところだと思いますがもう関係代名詞終わって次女動詞今取ってますけど今回はですねそう単語の覚え方やっぱ単語ねどうやってやってったらいいか分かんないよって、ね、それ知りたいって人が多いのでそこをちゃんとね言っておきたいと思いますまあ文法はね是非基礎英文法講座ですね徐々に力をつけてってもらえればいいと思うんですがそう単語のねやり方っていうのが分かんないって人が多いのでそこをやっておきたいと思いますね,えまずはですねそう単語帳 いろんなね単語帳があると思いますけれどもさまざまなのを使っている人多いと思うんですがやり方がよくわかんないっていう人はねすごく多いのでそこをちゃんと説明しておこうかなと思うんですがやっぱね結構ね単語帳ってねこう眺めるだけの人が多いんですよそれじゃダメだからそれは単語帳をやってることにはなりません、うん、であとはひたすらね英語を書いてる人とか一番びっくりしたのは今まで生徒の中で日本語訳をずーっと書いてる人ね何漢字練習 って思ってすごいい効率が悪いそうじゃなくてきちんとですね単語帳の使い方知りましょう。でいつも私が言ってるですねぐるぐる勉強法っていうのがあるんですけどぐるぐる勉強法って何ってねよく言われるのでそこを説明したいと思いますね。でぐるぐる勉強法っていうのはですねまずあの単語帳って横にさ こういう四角がくっついてるじゃないですか。あれを使うことです。あれを使わないとね、意味ないんですよ。あれ、単語帳やってることにならない。ただ眺めてちゃダメです。ここを使ってください。で、これさ、単語帳に書いてあるんですよ、ここの使い方って。でもね、読んでくんねみんな。<laughs> 自分もよく分かってますけど、単語帳出してっけど、みんな読んでくんないんだよ、結局。ね、単語帳だけとは限らないですけど、まあ、ドリルとかではさ、こうやってなってる参考書もありますよね。知ってるあとは、こうやってなってる参考書もありますね。ね使ったことありますか そう無視してるよね。そもそも単語帳の使い方なんて読んでくんないんだよ、本当に。に、ね。これどういうことなのかって言ったら、まあ、ドリルとかでもそのこれ2回できたよって意味です、ね。2回使えるんですよ。ここ1回目、2回目で。これだったら1回目、2回目、3回目、4回目できたよっていうことです。だから四角が複数ついてる単語帳もありますね。まあ、私のトイックの単語帳のやつなんか3つつついてますけど、そうです。だから俺2回やれよ、テスト。 3つついてることは3回ぐらいテストしろよってそういう意味になってるわけなんですよ。でさらにそこでやるんですけどまあできたできないはいいんですけどそれ以上のこともですね実はやってほしいのでまあ私がやってたやり方っていうのをちょっと説明しようと思いますね。でまずはですね単語帳やるときなんですけどまず仕分けします私は、ね、仕分け作業をします覚えているのと覚えていないのを仕分けします。でどういういうにやるのか ちょっと、ね、後でいろいろ他のも書かなきゃいけないのでちょっと便宜上書いておきますけども、えー、最初に私は覚えてるやつに印をこうやってつけるんですよ。もう知ってるってです。私もうこれ知ってるよと、ね。もう基地のものです。分かってるやつだよっていうふうに印をつけます。で知らないやつはそのまま放っときままます四角のままにしておきます。もちろん逆の人もいますね。 知ってるやつは四角で知らないやつに印をつけていくっていう人もいるんですけど、まあ、どっちでもいいです。自分自身はやっぱ知ってるっていう気分がいいのでこうやってやっていく。で知らないのに印つけていくとめっちゃ多くなっちゃって嫌になってとかですねあるのでこうやってやります。でそうするとですねまず減りますよね最初にまあターゲット1900だったら1900あるわけじゃないですか。でそれが一い回いいい知ってる知らないをブワーッと分けます。 分けてったらそれで1300とか1600を減ったとかですねまあわかんないですけどどれぐらいになるか100を減った200を減ったっていうふうに減りますよねでもう一回やる2周目するって言って2周目やってあこれも知ってたって言ってどんどん減っていくでしょそ,それがいいんですよ多くの人が最初から最後まで全部やってこれで1周でまた最初から最後まで全部やって2周っていうんですけどそれ意味ないですからね。 まあ意味はあるかもしれないけどめちゃくちゃ時間の無駄ですから意味わかりますだって1900やってまた1900あるんでしょ知ってる単語もまた何度も何度もテストするわけでしょそれ時間の無駄でしょそう知ってるものはやらないんですよ。だから使ってください。知ってるものはもう排除するんですよ。 ね、で知ってるものがどん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 増えていって知らないものがどん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 減っていくと少なくなって楽しくなってきますねそうだから1週やった時の単語数と2週目の単語数が違ってなきゃいけないんですよ3週目はまたさらに違ってなきゃいけないわけですよでそうやってやってくださいこれがで知らないものだけを繰り返す知らないものだけをぐるぐる回すこれをぐるぐる勉強法っていうわけですよで自分自身はやってた中学校の時に思いついたっていうか気付いたこうやってやると効率がいいなって思ったで結構東大クラスとかで教えると知ってるみんな っていう感じで、あ、はいはい、そんなのんやんなくても普段からやってますし、みたいな人が多い。で、だから自分自身もそれが常識だと思ってたんですけど、全然違った。教える側になってびっくりした。やってる人がすげえ少ない。やっぱ超賢いクラスだけっていうことがかなりあったんで、で、これは別に英語だけじゃなくて、すごくいろんな他の教科にも使えることですから、ぜひ使ってほしいわけです。ランク付けとかしてね、勉強してきたって人とかも結構いると思います。 で自分の場合はこの知ってる知らないだけの2段階じゃないんですよもっと段階を設けるのでえそこがちょっと違うんですねえ実は私は5つの印があるんですよでその5つの印って一体どういうことなのかっていうんですけどえまずは知っているはこれで覚えていないは無印です何にもついていないじゃああと何なのって言ったらですね微妙ってやつですなんか知ってるっぽいけどあれ 何だったかなあ見たことあるんだけどな出てこねえなっていうのがあるわけですね。だそれをね自分をごまかして知ってるルーにしちゃダメなわけですよ。で答え見て「あそうかこれだったんだ知ってるルーにするんじゃなくてあれ微妙だなこれ。なんか見たことあるけど出てこねえな」って言ったら正直に「微妙」ってやるんですよ、ね。こういうふうにやるわけです。で何何回も何回もも繰り返していけば 知らなかったやつ覚えてなかったやつは微妙になるかもしんないし覚えてなかったやつは知ってるになるかもしれないですね,ね覚えてなかったやつは知ってるだったらこういうふうに変えればいいわけですねでさらに微妙だったやつも覚えたに変わるんですよでもほらこっちの知る人これほら違うからさもう入っちゃってからこの知るしね、えー、だからこっち自分はこうやって覚えたは これにしてましまた覚えたはこの×印にしてました。というふうにこうやって段階を分けてたわけですね。覚えてなかったやつは微妙になるかもしれないし覚えたやつは知ってるふうに変わるかもしれないしで微妙だったやつはこれで覚えたっていうふうになるとこでこういう、ね、印付けをしてました。えー、でこいつどうなんすかこいつまだ言いますけど何なのこいつですねこいつ私「丸をつけたんですけどえ何「丸は無理にって言ってですね こいつ無理絶対覚えられない何度やっても記憶残りません無理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 っていうやつですね。こういうのをつけてました。だから私の単語帳はすべて5段階です。という5段階でもないか5個の印、ね。これとこれまあ、結局同じですからね。5つの印がついてて4段階に分かれてるって感じです。でわかりますね。だからあなたが何回も単語帳を繰り返していくためにまずやるのはここだけでしょ。ほらこの3つだけですからこっちはやらなくていいわけですよ。ね、何度も何度もやらなくていいわけではこれがどん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 増えていって。 で「はいあと試験まで時間これぐらいですよ」とか、ね「短い時間あとこれしかありませんよ」って言ったらあなたがやるのはこっちなんですよいいですねで知らないやつだけ、まあ、特にこれでね丸ついてるやつを重点的に見るとかそうやってやればいいわけですよ。これね授業で聞いたいやこっちをやります」こうやって「えなんで?」って「自信がつくから」とか言って「はあ?」みたいな試験直前に覚えてないのをやると自信がなくなっちゃうでもこっちを見ると「よしできる」って気分になるんですって言われて。 なるほどポジティブって思ったけどまあそういう考え方もあるんだなと思いましたけどそうですだからこっちを繰り返すんですね何度も何度もやってそう優先順位をつけてでこれ印ついてっからやっぱりね何度もやってくうちにですね記憶に残りやすいんですよここ目立たせてっから、ね、この印をつけとくことによってあまた出会ったよし覚えようまた出会った っていいう,うになっていくわけですねそうだこういうプライオリティーという優先順位をつけてやると覚えやすいですでだから自分はこれを英語だけじゃないねいろんな言語でやったわけですよえフランス語やった時もこうやってやってますし韓国語やった時もこれでやったし、ね、ドイツ語やった時もスペイン語やった時もえこうやってやったわけです中国語の時もやりましたねこうやってやることによって覚えられたわけですね多くのものを特に社会科目に一番良かった自分は世界史だったんで世界史の授業とか終わって自分でノートにまとめてでその の事故をこれ赤シートとかに隠してその赤シートで隠してできたかできなかったかっていうのをこうやってやってましただからシートで隠すことはいいですもちろん当然ねテストってやっていくわけですからでただそうやった結果を残さないいい人がすすごい多いんですよねやってやりっぱなしになっちゃうんじゃなくて必ず印をつけてこの優先順位っていうのをつけてくださいでさらにこの優先順位とかがつけて進むとですね結構多くの人がね順番で覚えちゃうと。 もう単語帳の並びであこのあとにはこれが来るっていうふうに暗記しちゃう記憶しちゃうっていう人が出てきちゃうわけね、まあ、特にターゲットとか似ている単語が並んでるとかっていうのが来るともうそれだけで分かっちゃったあもうこの単語来てからもう次の単語これに決まってるっていうふうに並びで覚えちゃうことがあるんでそうランダムにやらなきゃいけないですって、まあ、何週かしたらあとはパッパッパッとですね適当にページを開いてスパスパスパッと出てくるようにするでその適当にページを開いた時にやっぱ印がついてるすぐ分かるじゃん,、ね、印がついてんだからあこう だけやればいいっていうのはわかりませんす。だからランダムにやってもこいつは役立つわけですよね。で、まあ、さにランダムにやった時にこそこれが役立つ。で、このその時にこうやってついてるからさ、目立つしさ頭の中に残しやすいわけですよ。 そういういことですだから単語帳を何周したとかではないんです,いいです、ね、もちろん最初は、ね、このいくつかずつ覚えていくとかってやると思うんですけどその時もこれをやってください優先順位をつけて覚えるそしてランダムにやってもわかる、ね、もちろんランダムだけじゃダメですよもしランダムだけでやっちゃうとずっと出てこない単語がある可能性がありますからね,こ,れねこの48ページだけずっと開かれずにいいです、ね、謎の覚えられない単語たちとかってなっちゃうかもしれないから、まあ、最初から今日はこのとか、ね「今日はこの章」とか「今日はこの章」っていうふうにやったり することがあるけども、ねだから自分は電車の中でこう適当にいつもねランダムでやってました。はい。でこれがぐるぐる勉強法と言われるやつです。これはまあ英単語を覚えるときにまあ一番役だったなと思いますね。テスト形式にするときにこうやってやるとかなり効率よく覚えられます。もちろんね、えー、一つ一つ単語を覚えていくにはいろんなコツがあったりはすると思いますが、まずはこれです。でまずは一つの意味でいいですからね単語帳いろんな意味が載ってたりとかいろんな情報が載ってて頭パンクしちゃうって人が多いですけど、まずは一つの意味だけでいいのでこれでやって。 減らしてって、減らせたらプラスの情報っていうのをつけていくというですね、点と点をつないで線にするっていうのが重要なので、点もないのに点がないくて、点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 ばっかりで線になってないで、ピョ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 みたいになってるのがだめです。必ず1個点を覚えたよっていうのを作って、別の情報と足して、で、線にして記憶を強くするっていうふうにやっていくことをおすすめしますね。まずは1つの意味でいいので、ぐるぐる勉強法を使って効率よく覚えていくっていうのをおすすめします。はい。 高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますそしてただ指の方もよろしくお願いします